ございます。今日はママユーのプレオープン居酒屋に行ってきたいと思います。その前に高松いろいろ回ったりお花買ったりして撮影していきたいと思います。ではレッツゴー。ということで先に妹と高松に来ました。今から七子さんで先にお寿司食べます。やった。夜もあれやけどな。魚やな。魚やけどな。ということで行きます。行ってきます。バイバイ。静かですね。確かに日曜日やないね。七子いっぱいやな。おいしい。うま、ん、いくで。うまそう。叫び出した。どう？うん、美味しい。めっちゃ美味しい。近っ。うん、美味しい。最高。でも安かったな。安かった。お腹いっぱい。3600円ぐらい。まあ、おごりということで。ありがとうございます。貢いでね。カバン忘れて取り行ってもらいました。では、ありがとう。はい、ゆめたんの買い物から終わって、で、今から商店街に浜湯のお店の近くのお花屋さんに行って浜湯妹ちゃんズからのお花を買いたいと思います。できます。久々のバスです。バス乗ることないないな。はい、花屋に着きます。あるかな。ここ何やったっけ。丸亀グリーン町。丸亀グリーン町じゃなくて丸亀町グリーン。あった、コチョーラン。これでいいよね。全然いいんじゃない。どっちがいいかな。ピンクと白。白かな。白の方がでも無難。やっぱり白でいい。おお、これやるな。これでいいわ。あ、めっちゃいい感じ、すごい。これ17,000円。はい、これお父さん持ってな。お父さん持てる。青にした。じゃあこれ持っていきます。持っていきます。めっちゃ綺麗にできたな。そうそうそう、どこでしょう。ほら、出てきた。お、うまい。あ、おるおる。はい、ゆうすけの居酒屋来ました。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。頑張ってください。はい。お姉様ご来店です。お腹すんどんじゃん。はい、どうぞどうぞ。じゃーん。めっちゃかわいいイラスト。ほんまや、すごいおしゃれ。いっぱいあるの。サーモンもある。サーモンがいい。あ、豚バラとか。美味しそう。すごい。それでは皆さんも一緒にゴールデンタオル。はい、よーい、スタート。はい。乾杯。確かにインスタ映えやね。誰をメインで撮ったらいい？うまい。はい、それで炙っていきますね。パテンと完全に炙ることによって香ばしさが増してより美味しくなるんです。やってく。こちらを持っていきますね。はい、それではいきますよ。はい、よいしょ。よいしょ。やあ。いきます。よいしょ。はい。マヨネーズかけ声。かけ声がね、マヨネーズになって。はい。はい、ありがとうございます。お腹が出てる。そう、セリフなんやって。おー、すごい。はい、いただきます。いただきます。見えない。あー、すごい。うん、タレヨルする。いっぱいが口開けて。あー、しかし。おいしい。陽介、おいしい。うまい。うまい。え、うちのも残したってよ。おいしい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 。はい、いただきます。え、こんなやんで。たまに嫌いな。
申し訳ございません。じゃあ豚バラいただきます。うん、何食べたい今？ハマって。玉ねぎがめっちゃうまい。はい、それじゃあ炙らせていただきます。よし、レッツゴー。はい、豚バラを食べになる直前に炙ることによってより香ばしくより美味しく提供できるということで炙っていきたいと思います。さあ、よく炙って焦げ目がついて大変美味しそうに仕上がりました。さあ、それじゃあ薬味の玉ねぎを生かしていただきます。せーの、よいしょはい、そして、トッピングの温玉です。ありがとうございます。はい、どうぞお召し上がりください。ありがとうございます。じゃあ終わるで。おお、いい感じ。陽介の顔が入ってる。モザイクかけない。お、やばいやばい。モザイクかけない。これうちの一つ。うん。めっちゃうまい。いやでも。じゃあありがとう。はい。頑張って、バイバイ。バイバイ、またごバイバイ。ありがとうございました。頑張ってね。じゃあ気をつけて。クリスマスツリーです。すごいね。綺麗やな、イルミネーション。サホさん、今どこにおるん？こっち直しにスタバがおすすめです。そうやな、真裏にあるもんな。やっと船に乗りました。ご飯食べて、スタバ行って、団子食べて、韓国のり食べて、一生食べよるな。美味しかったし楽しかったし、よかったね。イエーイ。めっちゃうまい。今日はママユ居酒屋に行ってまいりました。めっちゃ美味しかった。うん、美味しかった。なんかいろんな種類があって、まあ、メニュー見てくれたから分かると思うけど、もう魚好きな人やったら好きやと思います。肉もちょっとあって、まあ、めっちゃ美味しかった。口の中は玉ねぎになるけどな。美味しかったです。ぜひみんな行ってみてください。また感想を教えてね。12月の15日から15日オープンです。香川県来てね。バイバーイ。どれや。